お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、久々にミラーやっていきたいなと思います。ちょっと前にスケルトンドラゴンがね、はい、新カードをこれ、登場したんですけど、こいつをね、今日ミラーして遊んでいこうかなと思います。で、今まで、なんかどうだったかな？どんな形だったか忘れたんですけど、まあなんかこんな感じでしたね。なんかコウモリいたりしたんですけど、スケドラいるんで、コウモリいらないなと思って、こんな感じでね、有能ディガーで攻めがある感じでいきます。で、ウッドとタルもどっちでもいいんですけど、今日の気分がタルなので、タルでやっていきます。さあ、勝ちたいですね。この久々にミラーデッキを使うので、勝てるかわかんないですけど、レベル14のドラゴン出したいですね、とりあえず。とりあえずね、レベル14出したくて、ここはキング起動していきましょう。緊急動しとけば、後半の一気に楽になってきますんで、有能ダクプリなので、相手のデッキなんだろうね。水平のダクプリ、とりあえず有能突進受けて、スケドラですね、こいつ。なんか単体だと、そんな強くなくて、基本的になんかね、なんかの後衛と言いますか。まあなんだろうね。まあラバの後ろ、ゴレの後ろ、ジャイの後ろみたいな感じで、こう後衛としてはすごい優秀っていうね。カードに、なっています。なので、こいつを主軸の攻めにしちゃうと、攻めれないんですよね。そう。なんだろうね。こいつ自身がめっちゃ強いっていうと、なんかあれですけど、なんかね、活躍するのはするんですけど、こいつを主軸として戦うってなると、結構ね、また難しいんよーんっていう感じがしておりますが、僕はね、その代わりに、まあ、有能ですね。有能がいることによって、まあ、有能プラスのドラゴンで、結構ね、プレッシャーかかるんじゃないかなと思いました。さあ、とりあえずプリン出しつつ、スケドラがなんかさっき結構ダメージ与えてくれましたね。謎に。とりあえずスケドラセパして、これも一回セパしていいかもっすね。セパセパからの、このダックプリをスケルトンで受けて、二回受け。あ、待って、スケがどっか行った。わあ、これやべえな。なんかよくわかんねえ。あ、でもスケドラが一回ね。だからチャレンジやってるみたいですね、これ。なんか、スケドラのチャレンジ、スケドラがパパパーンってね、画面上にね、マジでめちゃくちゃ散らかってましたけど、なんかそんな感じでしたね、今。でも簡単に、だって僕あれ今9コスト使ってますからね。さっきのスケドラに9コスト使って、特にダメージ入ってませんからね。なので、どうしようかな。うまいことなんかできそうですけどね。うまいこと、トルネ、やっぱスケドラトルネが強いのかな。そんな感じがしてますが、とりあえず、スケドラ1周目流して、問題は2周目も使いたいですね。オッケー、いいですね。さあ、スケドラが相手としては非常に厄介で、ここを、スケドラの範囲攻撃対決を制していく。で、うお、やべえ、スケドラとプリンの範囲だけで、ダックプリが今死にましたよね。マジで。さあ、これはスケドラがやっぱさっと相手は結構きつめですか？あ、でも、僕もきつめ。陸がきつめ。で、まあ、ここは、ディガーがあるので、ディガーじゃない、タルパパがあるので、攻めつつ、オッケー。この範囲でね、ダメージ稼いでいかない。あ、やべえ、待って、出た。トルネあるある。近畿道。いや、待って、14の威力高えな。やべえ。あ、でも、やべえと思ったんですけど、ドラドラいるんでね。ドラドラからのドラドラ。よし。これ、フルカウンターですよ、これ。これはね、やばい、待って、これプリンに飛べ、プリン飛べ。プリンじゃないけど飛んだ。オッケー。いや、いいよ。3匹並んでる。いや、からの来た5体目。さ、からのこれはね、無理でしょ。ここで、あはー、しゃしゃった変なトルネでしたけど、いいや。これは止まんないですね、さすがに。さ、あ？危ねえ。なんか、思ってるより火力高いですね。今さっきタワー800ぐらいあったんですけど、800が一瞬で今落ちましたよね。多分なんですけど。なんか威力がね、めっちゃ高いんですよね。そう。これがカンストか？カンストが200、そう。1体が200だと思うので、そう、2体で400なんですよ。で、しかも、レベル14とかなると、もうちょっとね、もうちょっと威力あるんで、4体いたら一発で800ちょっとね、850ぐらいね、与えてくれるんじゃないかなと、言った感じで、スケドラ鬼活躍しましたね、謎にね。さあ、とりあえずどうしようかな。とりあえずセパするか。まあ、ディガー飛ばす。ディガーでいっか。なんかね、セパでも活躍するし、まあ、セパよりなんか結構固め出しの方がなんか活躍してるっていうイメージがね、さっきの試合だとすごいありましたね。とりあえずセパだとなんか逆サイドすごい無視されやすいんですよね。そう。なんか、
単体で特に大きなダメージが別に入らないので、まあ、1体だけだった時にね、こいつを無視されるんですよ。なので基本的になんか固め出しのイメージがありますね。ロイジエ、さあロイジエが来る。ロイジエですね。これあのスケドラがないのがちょっと怖いですね、僕としては。スケドラを防衛でやっぱ使いたいっていうのがあるので、まあ、ライトニングとかなのかな、わかんないですけど。おー、矢の雨でギリ耐える。さあほんとギリですね。おえいっちゃいっちゃいっちゃえ。でなんかが来る。ロケット、え、エヘミよすぎじゃない？ちょっと待って、今の4体さ、ロケットの範囲で当たんなくない？だって一手ぐらいはみ出るでしょ。ですが、まあ、ロケット使ったので相手エリがなくて言うのを刺さるといいですよ。スケドラ相手、しかも今回ロケットなので、このあのスケドラに2体というか、あのスケドラに打とうとするとスケドラ自体4コスなので2アドもらえますね。2アド、それがね強いですよね。相手のスペルが5だった時はまあ交換ですけど、マジアチャとね交換ですけど、相手がロケットとかライトニングだった時にねエリアが取れるっていうのはねちょっとね容器ですね。さあここはタルババをちょっといい感じのタイミングで合わせて、あいつをすごいやりたいんですけど、僕としてはね、もう一回ですね、これもう一回やんないと、あのロケット星すごい厄介なんでね。さあスケドラからの、あスケドラがねえが、まあ、取れねえもあるので、矢の雨歴でやらないで、いていていて、スケドラ HP がやっぱ脆いですね。脆いけど火力はあるよという感じか。そこ攻めすぎてちょっとやばい香りがしてますね。ロケット星にちょっと苦戦している俺がいる。さプリンで矢の雨があるので2体目のプリンの作るのはねちょっと我慢して、 OKOK、 ここは行くべきですね。でこの辺にそう胞子が絶対来る。ピピピランド、さあ、あ待って、やめろ、あ待って、やべ、あでも矢の雨咲いたら、いやもう一体作りてえが、一回トレネズ下げますか。一回トレネズ下げて、多分エレキかなんかが降ってくると思いきや降ってこない。いやいいですね、なんか安心感がありますねこいつ。 HP そんなないのに体細いのになんかね頼りがいあるみたいな感じ。うん、さあ最後はじゃあおしゃれに決めちゃって終わりますかね。でここでこのトルネでタワーにダメージ与えつつロイジェム後ろに下げるっていうね、ダメージ稼ぎつつユニットを下げ、はい一石二鳥、謎に一回言っていくスタイル。 いいですね、なんかスケドラ結構いいですねいいですねとしか言えないんですけど、なんだろうね、火力が出るのでなんか多分火砲が来ますね火砲が来ますね多分ですけど、ダメージの火砲かな。なんか1体だけだったらそんな強くないんですけど、2体いるんでやっぱそこがね、思ってるほど暴れちゃってる理由かなと思います。ああ、いやめっちゃいい、たまたま言うのが斜めになった、しかもババから、あー相手ペッキーですねこれ、ペッキー工場ですねですね。であれはもうねトルネでキング起動ですよ、こんなんトルネでキング起動なんですけど、多分ゴーストの後ろぐらいに小ジョババをつけてくるパッドインもありますが、あなかった、来た、ありがとう。こっからですね、大体エレキとマジアチャで、エレキとマジアチャもマジアチャに対してスケドラがどんぐらい活躍してくれるかですよね。マジでなんかむずいですね、簡単にこの辺で出しちゃってもなんか普通にエレキとかマジアチで回収されちゃいそうなので、相手の対空に出したいですね、こっちとしては非常に。出して、あ、もうこのエレキ無視でもいいんですけど、出してディガーで削っていきたい。あ、待って、出た。うわ、やべ、やった、キンキドこれ。これやばいんですよ、僕めっちゃあるんですね、これ。なんか、そう、これね、やばいっすよ、本当にやばいっすよ。もうやるのはお前、煽ってるやんけ、絶対。ん？なんかすごいもう一個なんかつけてきそうな、すごいなんかつけてきそうな工場なのに何も来ない。さあさあさあ、まあ、ですがこれぐらいはね、まあ僕のユニットのレベルは14なのでハンデとしましょうか。ユニレベルさすがに13相手に14でやるのは大人げないのでね、ハンデ金激怒。さあですが勝てるかな、多分何がきついだろうね、ポイズンか。でこの後ろのマジガチャですね、本当にただただ
この後ろマジでチェキ作って、ここで一回あのプリンちゃんにします。一回プリンちゃんにして、オッケーで、さあドラ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 で解ける。いや思ってるより解けますね。ですが僕の攻めをどう通そうかというところが課題ですね。さあやべ、 D 側の位置が甘い。うふー、言うの飛んでほしい。いやいいね。あ、延命ワンチャン、延命、あ、延命できない。ん ?14 だから耐える、あれ耐えるっけ、もともと。さあ、いやなんか熱い試合になってますね。あ、これ言うの勝つね。言うの勝って年もあるね。ってことはユニット行って出る。あ、出ない、出ない。これ橋前プリンで一回稼ぐプリンセス後ろから出て橋前プリン警戒したらさすがにプロですけどね。で相手ポイズン使ったのでドラゴン出して、この毒にね溺れるドラゴンはね嫌ですね。これも後ろ行っちゃえ、後ろ行っちゃえ、で後ろ行って、うわーなんかすげえ、うわーなんかすげえ、いろいろすげえ、ちょっと待って、やべ、攻めすぎたかなこれ、やべ、プリン撃て。それちょっとやばいぞ、ちょっとやばい香りがするが、逆にドラゴン4体出しちゃえば、4体出しちゃえば君もさすがに困るでしょ、君もさすがに困る。俺もよくわかんなくなってきた。あ、待って、やべ、これでもタルババだけで、タルババだけで逆にドラゴンいっぱい出しちゃえばいいんじゃね。もうドラゴン、ドラゴン、ドラゴン、エレキズシャン、エレキズシャン来る。もう一回ドラゴンで殺す。うんうん、レベル14困る。陸受けなんか来る。ユノ追加、いや、いいですね。ドラゴン、ドラゴンめっちゃ強くない、これなんか。あとトルネのダメージがあるので勝ったと言った感じ。いやめっちゃ活躍するじゃん。なんか本当に僕としてはなんかユニットジャイとかゴレラバーなんかの後衛じゃないと活躍しないと思ってたんですよ。なんですけど単体でも強かったですね。まさかの単体でも鬼強かったですねというわけで参戦したので終わろうかなと思います。これちょっと楽しいですね、このデッキ。そう、しかも多分空にもね強いと思うし、結構陸も硬いし、何でもね勝てる可能性あるんじゃねと言ったところで、皆さんもぜひスケドラミラーでね、やってみてください。楽しんでね。はい、というわけでチャンネル登録12万人もう少しなので、ぜひチャンネル登録してない方お願いします。ではご視聴ありがとうございました。お疲れちゃんでした。